いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はコートヤードマリオット銀座東部ホテルニューヨークグリル&ビュッフェフィオーレのモーニングビュッフェをご紹介いたします。こちらのモーニングビュッフェは6時半から10時半まで、10時が最終入店で10時15分にお料理が下がります。料金は3200円で、宿泊の場合は時間制限がありませんが、外来の場合は時間が90分となります。平日に利用させていただいたので、お席は割とゆとりがありましたが、9時過ぎくらいが一番混んでる印象でした。それではお席へ案内していただきます。それでは早速ビュッフェ台を見ていきましょう。まずはグルテンフリーのシリアル。トマトジュース、野菜ジュース、豆乳、牛乳、そしてヨーグルト。こちらがヨーグルト用のコンポートになりまして、アプリコット、マンゴー、クランベリー、ストロベリー、プラムになります。続きまして、カットフルーツがオレンジ、ブドウ、パイナップル、メロン、そしてこちらがサラダのコーナーになっております。お昼よりはね、やっぱりこのサラダの種類が少し少なめになってます。サウザンドレッシング、シーザードレッシング、和風ドレッシングが用意されてました。こちらにコーヒー、紅茶が用意されてますが、あとは別に、フレッシュのオレンジジュースもお席まで持ってきてくれました。和食のコーナー、オクラのおひたし、がんもどき、かぼちゃの煮物、漬物、たらこ、お豆腐、梅干しとおかか、納豆と海苔。お魚がサバで、お隣日替わりカレーがポークだったと思います。お味噌汁、隣はおかゆの具になります。餃子、ハムとソーセージ、お豆とブロッコリー。こちらは本日のおすすめで、エビフライ、それから鶏の唐揚げ、フライドポテトとベーコン、きのこのソテーとトマトのソテー。エッグステーションはエッグベネディクト、オムレツ、スクランブルエッグ、目玉焼き、ポチドエッグ、ゆで卵があります。パンケーキとワッフル、それからフォーもあります。まずはオムレツ全部入りでお願いしています。トマト、マッシュルーム、チーズ、ハム、ネギ、そして珍しいのが唐辛子があります。
全部入りのオムレツができました。1品目を持ってまいりました。まずはお味噌汁、サラダにサーモンやハム、サラミをトッピングしてエビフライも持ってきました。そして本日のカレー、こちらのねコメントでこちらのモーニングがおすすめで特にカレーがおすすめだということだったので迷わずカレーを持ってまいりました。そして全部入りのオムレツ、それからパンケーキを持ってきました。こちらのねいちごとブルーベリーをね好きなだけトッピングできるのでこんな感じであのベリーのパンケーキにいたしました。ホイップクリームもちゃんとあってチョコソースはなかったんですけど言ったら出してくれてこちらのベリーベリーチョコレートパンケーキを作ることができました。アイスのカフェラテとフレッシュのオレンジジュースはお席に持ってきてくれました。こちらのお味噌汁はなんかねお家で出てきそうなお味噌汁、すごいホッとする感じの味です。油揚げとわかめとネギを入れてきました。それではサラダをいただきます。今回はシーザーサラダのドレッシングにしました。朝のサラダも最高です。で今これ見ながらねこのコーンをオムレツに入れてもらえばよかったなと思いました。サーモンやハムもあの好きなだけ乗せられるのが嬉しいです。そしておすすめのエビフライはちょっとねサイズは小ぶりなんですけれども、でもあの衣厚すぎとかじゃなくてあのエビ感がしっかりあって美味しかったです。それではオムレツをいただきたいと思います。これ全部入りにしてあの唐辛子が入ってるからどうなるのかなと思ってあの辛くなるのかなと思ったらそんなこともなかったです。時々あの唐辛子の部分がピリッとあの辛くもないんですちょっとピリッと感があるくらいに仕上がってます。そしてあの焼き加減はちょうどいい感じの半熟になっております。オムレツは焼きすぎてないこのくらいの半熟感が好きです。それではこちらのフレッシュオレンジジュースをいただきたいと思います。こちらはね甘いのかと思ったら結構甘さ控えめのあのさっぱりあっさり飲めるタイプのオレンジジュースになってます。そしてコメントでおすすめいただきましたこちらのカレー期待をしていただきたいと思います。これねあのサラダとかオムレツとか食べてこれ食べる頃にまあまあ冷めてたんですけど冷めてるけどこのお肉がめちゃくちゃ柔らかい、しかもね結構ねゴロゴロお肉が入ってました。そしてルーの部分はあの最近食べたホテルのカレーとかに比べるとちょっと違ってなんかこうホテルのカレーってこう後味にこうピリピリってこうスパイス感がすごい出てくるやつが多いんですけど、こちらはあのねそれほどスパイス感はなくてあのまろやかな感じのカレーになってます。そしてこのルーのね口当たりがなんかちょっとね不思議なとろみ感ありなので口当たりといいこの味付けといいあのまろやかなカレーで本当あの大人から子供まで食べられる味付けになってます。そして本当ねこのしつこいけどこのお肉が本当にね冷めても柔らかいからあったかいと絶対もっとね柔らかいあの柔らかくて口の中で本当こうほどけていくようなお肉になってます。続きましてチョコレートソースがないのにチョコレートソースをかけてもらいました。ベリーベリーチョコレートパンケーキになります。本当ねこの朝のモーニングでパンケーキやワッフルが置いてあるホテルは、まあ、いっぱいあるんですけど、このねいちごとブルーベリーを好きなだけトッピングできるのは
多分今回初めてじゃないかなと思います。こちらのパンケーキの生地は思ったよりも固めで、こうふわっとっていうよりはどっちかっていうと、まあ、サクって言ったら言い過ぎなんだけど、なんか表面が割とね、こうちょっとサクッと感がある、硬くもないんだけど割としっかりした生地のパンケーキになってます。そして惜しみなく乗せられるこのね、いちごとブルーベリーとホイップクリームが最高です。ほんとこのね、パンケーキとカフェラテだけ見たらほんとカフェに来たのかなみたいな感じになってます。それでは2品目をお願いしています。なんか卵かけご飯みたいなのが食べたくて、でも生卵が置いてないので、こちらでちょっと卵を若干火を通してもらってご飯にかけようかなという作戦でございます。私の中ではこのくらいの状態でご飯にかけてもらいたかったんですけど、うまく意図が伝わっていなかったようで、あれ、なんかオムレツになっちゃいそうって思いながら見てました。オムレツになります。メニューにないのをお願いしてるので、わがままは言わずこのままオムレツを見つめておりました。というわけでオムレツをご飯の上に乗せてくれました。2品目持ってまいりました。まずはお味噌汁、そしてこちらがオムレツ乗せのご飯。カットフルーツでメロン と、ヨーグルト、マンゴーのコンポートをいっぱい乗せてきました。まずはこちら、卵かけご飯みたいにしたかったから醤油をかけてきたんですけども、中をすごい半熟にしてくれたのでちょっと割って広げてみましたら、これはね、これでありだなと思いました。すごい美味しそうでしょ、この半熟感。ちょっとね、こう天津飯にも見えるような、でもよく見ると超半熟でツヤツヤしてて美味しそう。上から醤油をかけてきたので、このままいただいてみようと思います。このね、半熟感がすごい美味しそう。卵かけご飯とはちょっと違うんですけど、このね、半熟卵のせもなかなか良い。ただちょっと味薄かったので、上からもうちょっとお醤油をかけてきました。こちらの上からお醤油をもう少し多めにかけてきたら、ちょっとね、雰囲気が卵かけご飯に近くなりました。で、すごいいいなと思ったのが、一応オムレツでバターが入ってるので、そのなんか醤油と卵の卵かけご飯風なところの隙間からバターの香りがこうふわっと広がって、それがね、また良かった。私普段も卵かけご飯にたまにバター入れて食べる人なので、なんかね、それにすごい似てました。それではメロンもいただきたいと思います。このメロンはね、硬いかなと思ったら硬さはちょうどよくて、甘さはちょっと控えめでした。続きまして、ヨーグルト、マンゴーのコンポート大盛りをいただきます。これね、いちごのコンポートとマンゴーとどっちにしようか迷ったんですけど、大蔵でいちごがあるからマンゴーにしてみようと思って、今回はマンゴーを入れてきました。結構ね、マンゴーのコンポートを入れてきたつもりだったんですけど、意外に甘さ控えめの、マンゴーヨーグルトでした。3品目持ってまいりました。なんか全部茶色い。まずはこちらのカレー、今度は温かいうちにいただきたいと思います。そして餃子、フライドポテトに、トマトのソテー、エビフライです。まずは餃子。これね、なんか食べてみたら、なんか普通の餃子となんか違うなと思って、中を見てみたら、
多分ね、あのエビ蒸し餃子みたいな感じでした。醤油かけてきましたけど、かけなくてももう味はついてる感じです。優しい感じの餃子でした。そしてフライドポテト、そしてね、このトマトはあのランチの時もあったんですけど、あのバジルでちょっと和えてあるようなソテーになってます。美味しいです。そして本日のおすすめ、エビフライとフォーだったんですけど、なんかエビフライってあの普段あんまり私食べないなと思って、ここぞとばかりに持ってきました。このね、お肉が本当に柔らかい。そしてトロンとした口当たりの、まろやかな甘口のカレーになってます。いかがでしたか。今日はコートヤードマリオット銀座東武ホテルニューヨークグリル&ビュッフェフィオレのモーニングビュッフェをご紹介いたしました。気づけば全く和食を食べてない。今回は洋食メニューを堪能させていただきました。外来の場合は90分制になりますが、お手頃な価格なので、あのお気軽に利用することができると思います。ぜひ行ってみてください。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。